エスケル、スペイン語、エスクエルは、アルゼンチン共和国、チュブ州の北西部、アンデスサン・ムヤク登録にある都市。南米のスキーリゾート都市として安定した公設がある、ため人気がある。また鉄道ファンには、オールドパタゴニア急行の終着駅として、1991年に、通常運行が終了した後も1994年から、毎週末一往復なウェルパンまでの一駅区間、のみだが、 通年運行がなされている。この都市は、南緯42度54整形71度19に位置し、標高は563メートルである。人口は2010年国勢調査によると、32,343人である。この都市は1865年に、ウェールズ系移民がチュブ州に入植したことに始まり、1906年に創設された。 市の北西5 0トルにはロスアレルセス国立公園がある。この都市はブエノスアイレスや他の州からの出身者の移住が多く栄えており、パタゴニアの他の町より充実した歩道も備えたコンクリート舗装がなされている。医療面でも充実しており、外国人も含め医療観光都市としての側面もある。近くの山には金鉱石が産出する場所もあるため、 鉱山開発が進められようとする動きがあるが、鉱毒による汚染を懸念する住民との間で反対運動が起きている。2009年、ウェールズのエーベリストイスト、姉妹都市となった。1951年に、近郊農家が 755kg の隕石を発見し、エスケル隕石として、コレクターと科学者の間に世界的に広く知られている。テッペンの気候区分によれば、 地中海性気候に属し、冬季に集中する、降水量が山間部に豊富な降雪を促し、良質なスキー場を有する。ありがとうございます。